猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。猫と歴史を共にしてきたエルミタージュ美術館。世界遺産にも包括登録をされているサンクトペテルブルクで有名なエルミタージュ美術館の地下には50匹ほどの猫が暮らしているのですが、なんと猫と美術館の関係は1764年前にまで遡ると言われています。エルミタージュ美術館はもともとロシア皇帝の宮殿であり、エカチェリーナ2世が美術品を集め始めたのがきっかけで、その数は実に300万点もあるのだそうです。しかし、美術品の収集を楽しむ一方で、エカチェリーナ2世は美術品を荒らすネズミに悩まされることになります。その深刻な悩みについて、エカチェリーナ2世は友人に手紙で、美術品を楽しんでいるのは私とネズミだけ、と書いていたほどです。そこで登場したのが、ネズミ駆除の天才である猫。エカチェリーナ2世は猫に、絵画護衛官、という任務まで与えて美術品を守らせたのだそうです。それ以来エルミタージュ美術館と猫の関係は長きにわたり、現在まで受け継がれているといいます。ロシアの国民を救ったのは猫。1941年の第二次世界大戦は、まさにロシアにとって悪夢の時代だと言われており、当時のレニングラード、現在、サンクトペテルブルク、は3年もの間ナチスドイツに包囲されてしまい、食料などの物資が完全に断たれてしまいました。その影響により次々と餓死者が続出し、なんと100万人以上の人が亡くなったと言われています。そんな過酷な状況下では、当然ながら猫も人間の捕食対象となってしまい、ついには猫が1匹もいなくなってしまいました。そうなると、逆に増え続けるのがネズミです。猫に捕食されることもなくなり、死体は食べ放題ともなると、当然大量発生してしまいます。事態はさらに追い打ちをかけるように悪化し、ネズミによって伝染病が蔓延した町は壊滅状態へと陥っていきます。5000匹の猫たち。やがて命の道と言われる氷上列車が作られたことにより、物資を調達することが可能となりました。人々は食料と共に約5000匹の猫を連れて帰ることに成功。すると猫たちは次々と伝染病の原因であるネズミを駆除し、町の平和を取り戻しました。まさにレニングラード、現在、サンクトペテルブルクにとって猫は命の恩人とも呼べる特別な存在となっていったのです。サンクトペテルブルクには猫のオブジェがたくさん。そんな悲しい歴史背景があることから、サンクトペテルブルクには猫のオブジェや銅像などがたくさん見られます。特にネフスキー通り沿いにあるマーラヤサドーバヤ通りには、
壁の高い位置にエリセイという名前の猫のオブジェがあり、コインを投げて見事乗せられることができれば夢が叶うと言われており、受験を控えた学生などにとても人気なのだとか。また、サンクトペテルブルク大学内にある猫の銅像には、ロシア国民がどれほど猫を大切にしているのかがわかる文字が刻まれており、猫が平和でいることは、世界が平和でいる証であると記されています。現在、猫は自由と平和の象徴としてロシアの人々から愛されているということがわかる文章です。ロシア人が猫好きな理由には奥が深かった。ロシア人に対する日本人のイメージには冷たく怖いイメージがあり、時にネットで強ロシアと称されるほどですが、今回ご紹介した記事でロシア人に対するイメージを払拭するほど猫愛に満ちた国だということがわかりました。日本でも猫ブームということで猫好きが増えてきましたが、まだまだ猫に対してネガティブなイメージであったり差別的な考えを持つ人が多いのも事実です。また、先進国でありながら、ペットに関しては後進国であり、特に猫に関しては意識レベルがとても低いです。殺処分であったり虐待、野良猫などの問題を少しでも早く解決するには、日本国民が生き物に対する意識レベルを高めていく必要があると思います。一人で大きなことをするのはとても難しいですが、一人一人が身近なところから解決する努力をすれば、人も動物も理不尽から解放される日が近くなるかもしれません。